はい、皆さんこんにちは、ビジマヤです。今回第今回51回目ということで、今回ご紹介するトランプはこちらです。センチネルズ。まあこのトランプすごい好きなんですけど、個人的に。それはどうでもいいか。セオリーイレブンさんが出しているトランプで、まあ、こんな感じですね。それでは近くで見ていきましょう。ちなみにスペードです。じゃがじゃん。はい、こんな感じですね。まあ、相当前に買ったのボロボロですけど、細かいところまでよくこれデザインされてるんですよね。まず表がこんな感じで、まあ、ピラミッドが2つあって、なんか怪しげなデザインですね。で、下にセオリーイレブンさんのマーク。この横のデザインもなかなか面白いですよね。かなりこだわってる感じ。なんか剣が入ってます、書いてあります、センチネルズと。で、裏にも大きくセンチネルズって書いてあります。で、ここにセオリーイレブンと書いてあって、なんか王冠が書いてありますね、ここに。で、剣が、で、スペードのマークと。で、ここ銀色のところは若干レリーフになっててデコボコしてます。で、ここにメイドインで USA って書いてありますね。いや、なんか細かいところまでデザインが凝ってて、なかなか面白いですね、このトランプは。で、やたらなんか銀が多いですね。こんな感じで上にもありますね、こんな感じで。ちなみにここに何やしら、何語か分かんないですけど書いてありますね。これなんて読むんですかね。読める方いらっしゃいましたら教えてください。何語かすら分かんないっていうね。それでは中身を見ていきましょう。一応ここに虫さんがいない、こっちだけです。多分これエジプトをデザインされてるんでしょうね。だから多分スカラベじゃないですかね。で、ここもなんかね、妙に面白いデザインがされてますね。これなんか一時停止ボタンみたいなデザインですね。それいっか。はい、一応セオリーイレブンさんの広告があって、ダブルバックがあって、で、マークがこんな感じです。ちょっとちっちゃめにできてます。で、スペードのエースと、まあ、箱のデザインと一緒ですね。こんな感じ。なんかちょっとちっちゃいですね。なんか普通の 見慣れてる感じだとちょっと可愛いですね、マークの大きさが。で、絵札もこんな感じ。なんか枠組みの中に入ってないですね。なんかちょっとフリーダムになった絵札っていう感じですね。で、ジョーカーはこんな感じ。なかなか面白いですね。これは多分太陽と月が、三日月があって、真ん中は何だろう。これは日食とかをイメージしてるんですかね。はい、絵札面白い。なんかキングの顔が面白いですね、なかなか。まあ、こんな感じのトランプデザインです。で、ジョーカーがもう一枚で、ジョーカーが実は色が若干違います。まあ、こっち緑っぽくなってるんですけど、さっきのジョーカーは赤になってます。実はもうちょっとこうちっちゃい変化ですね。まあ、こんな感じで、ただ色以外は一緒ですね。面白いですね、なかなか。はい、裏はこんな感じ。パッケージのリリーフなくなったバージョンみたいな感じですけど、いや、このデザインはすごく好きですね、個人的に。もうだいぶ使ってるので、もう色もすごい茶色になっちゃって残念な感じなんですけど、まあこれね、アンドリー・ジャックさんが4年前ぐらいに PV でやってましたけど、あの PV の凄さが未だ忘れられないですね。ね、このトランプもかっこいいですけど、なぜかあの方がトランプをいじるとすごいかっこいいですよね。普通のトランプを操るよりも。まあ、こんな感じの、まあ、話しとれましたけど、こんな感じの裏のデザインになってます。まあこのトランプは普通にディスプレイ型のフラリッシュもいいですし、あとは普通の
ムーブのフラリッシュでもいいですし、何でも入るっていう感じのトランプですね。これもう素晴らしいですね。これパーフェクトに近いですね、僕の中では、ね、かなり材質もいいですし長もしますし、まあ、これだけすごい黒くなっちゃうと若干柔らかくなりますけど、でもすごい使いやすいトランプですね。ただこのマークがちっちゃいのでパンしたら若干見えなくなるところがボロいと、なんだ、滑らないのでパンがうまくいかないとこのように見えなくなる部分があります。新品だとツルツルなので全然綺麗にこれも見えるようになると思うんですけど、使っていくとどうしてもプレフシャファンでもなかなか全部は見えないようになっちゃいますね。はい、ということで今回センチネルズのご紹介でした。もうすごい人気があったトランプなので今だとあんまり売ってなくて、まあ、フレンチドロップさんとか確か1個800円ぐらいで売ってたんですけど、アマゾンさんだと1300円近くになるので、まあ、買うとしたらフレンチドロップさんがおすすめですね。確かストリートマジシャンさんにはもう置いてなかったと思うので、もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、まあ、フレンチドロップで買うのをおすすめします。ということで今回はセンチネルのご紹介でした。ありがとうございます。